どうもバーンですさて今日はですね、えー「オルガンの基礎」というね、えー、動画のタイトルで、えー、皆様に情報をお届けしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますえっ、ー、とねバーンバーン TV のバーンはですね、えー、オルガンを弾きます これ、昔からでして、えー、そうですね、中学3年生ぐらいの時だったかな、えー、近所にね、お、え、じ、ー、が住んでいて、で、エレクトーンをね、えー、安くで譲ってもらってですね、で、エレクトーンを習い始めまして、で、ほとなくしてですね、ロックのオルガンに目覚めましてですね、バンド活動を開始してという、まあ、そういうルーツが ありますで、えー、まあ、そんなンの話はまあいいんですよあのー、オルガンっていうのはどういう楽器なのかどういうところがポイントなのかっていうのをですね、えー、この動画では情報を発信してで実はですねの次回に言いたいネタがありましてそれがですねオルガンのフットコントローラーについてのね動画を1本撮ろうと思ったんですけどもいきなり オルガンのフットコントローラーがどうのこうのと言っても、もう一人終わりのわけわからん動画になると思いましてですね。まずは、そもそもオルガンって何やというようなところからですね、えー、お話をさせていただければなと。まああの、まあ単なるお話、読み物みたいな感じでね、えー、ちょっとお酒でも飲みながら聞いていただければと思います。ちょっと僕もね、一本開けさせていただきます。 ちょっと余談なんですけどやっぱりまだどうしてもね喉の調子がよくありませんなので鼻スペースもゆっくりでで、えー、まあ焦らず気長に情報発信動画配信していこうかなと思います乾杯さて えとですね、オルガンっていうのは、基本的には、サイン波、こういうね、あのー、制限波、日本、日本語で言ったら正弦波と呼ばれる、こういう波形が組み合わされて、で、鳴る楽器です。他の波形は、えー、まあちょっと例外はありますけれども、の基本出ません。で、ポーって音です。フルートみたいな音です。 で、このフルートみたいな音の倍音を自分で作って、えー、鳴らすという、こういうコンセプトの、えー、楽器なんですね。で、この倍音をどうやって作るのかっていうと、ドローバーという、えーまあ、ちょっとね、えー、スライドボリュームみたいなね、そういうようなあ、うん、操作で倍音、えー、を作ります。でもですね、このオルガンの 原点、原点中の原点は、やっぱりパイプオルガンなんですね。パイプオルガン、皆さんご存知ですかね。え教会に行ったらね、あります。で、パイプオルガンの音っていうのは、のすごい重厚な響きのする音なんですけども、あれも、あのー、いっぱい音をね、こう混ぜて、ああいうような重厚な音がなるんですね。で、えー、パイプオルガンとて、ドローバー ドロバっていうのかな、パイプオルガンは実際には便だと思うんですけども、えー、本物のパイプオルガンはあのー、全部アナログで、えー、昔は妊婦があ空気を送り出してというようなことがあったんですけど今はね電動だと思うんですけれどもまああのー、何らかの方法で、えー、大きな筒にね空気を送り込んででポーって、ね、音を出すわけですよ。 例えばこういう筒ありますよね。こういう筒でも、これはちょっと無理だけども、こうやったら音が出るじゃないですか。プーって音が。あの音をあの作り出すのがパイプオルガンで、でそれをいろんな、えー、長さの、いろんな大きさの、えー、パイプ、それこそパイプですよ。パイプオルガンね。パイプに空気を送り込んで、プーって音を作って、そのプーって音がですね、 もうあのとんでもない数の,あの管があってで重厚な音が出るわけですねででも基本はこのサイン波このね筒に空気を送り込んで鳴る音っていうのは基本制限波サイン波なんですねでパイプオルガンはそういう楽器ですね筒に空気を送り込んで共鳴させて鳴る楽器で倍音を自分で作り出す つまり、えー、いろんな、えー、多,種多,多種のね、えー、パイプに空気を送り込んで、えー、作ることができる。でもパイプオルガンってとてつもなく巨大な楽器なわけですね。でそれをなんとか、あのー、小さな教会でも ああいう音ができないだろうかというふうに電子的にああいうパイプオルガンの音が出ないかなと思って考え出されたえ楽器がですねハモンドオルガンという楽器ですこれアメリカ人が考えましたでこれはどういうものかっていうとですねトーンホイールというねえこれ歯車歯車がですねぐる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 回ってるんですよでこの歯車のところにちょっとセンサーがあってでこの 歯車の凹凸で、えーまあ、センサーがですね、えー、制限波を作り出している。まあ言うたらかなりノイズまみれだね音だと思いますよ。でもね、この一種こう味のある、このノイズまみれの、このね、ハモンドオルガン、トーンホイールから繰り出されるハモンドオルガンというのはですね、今でも、えー 逆に重宝されて、えー、非常に重厚で味のある音が出るというふうに言われています。代表的なハモンドオルガン、ハモンドっていうのはあのメーカー名です、えー。代表的なハモンドの機種はハモンド B3、ハモンド C3 この2機種が有名ですね。 で、えー、両者大体同じ機能なんですけども C3 は境界用です。で、B3 はあのー、もうちょっとコンパクトになってるみたいですけども C3 の方が多分確か大型です。で、でも大体一緒の機能だっていうふうにね、えー、聞いています。で、えー、でですね、このハモンドオルガン、この B3、C3 はメカニカルな構造で音が 出るわけですねで、えー、この,あの歯車がずらーっとこうね並んでるわけなんですよねあの本体の中にものすごい雑音だと思いますよおそらくでも、えー、このねアナログなあ回路構成で回路と言っていいのかなメカニカルな構成で繰り広げられる音がですね非常にこう味のある音として、えー、ちなみにこの、えー、ハンモンド B3C3 はハモン b c お値段大体いい200万円ぐらいですで寝落ちはしてませんむしろ上がっているはずですなんですけれどもあの非常にねこうデリケートでメンテナンスも大変だと思います何しろ歯車が回ってるわけですからねで、えー、この えー、音は電気的に出力されるわけですね。で、これにですねの、レスリースピーカーというね、こう、スピーカーをつけて鳴らし始めた人がいるんですね。これどういうスピーカーかっていうと、えっ、ー、とね、大きさはですね、このぐらいの、もうちょっと大きいかな、の箱みたいなね、そうですね、大きさにして、小さめの冷蔵庫ぐらいの大きさのね、 箱なんですけども、なんとですねそこの中にスピーカーがあってそのスピーカーがですね回転するんですよこんな風にしてで、えー、2つのスピーカーがあって上のスピーカーはですねの学校にあるこういうスピーカーあるじゃないですかなんかこういうこういうスピーカーがあの、ま、ぐるんぐグんグるグングン回るんですよ箱の中で。 で、えー、下の方のキャビネットにはもうちょっと大きいスピーカーがあってそれも確か回ったんちゃうかなでもこの上の方のス,スピーカーの回転がえげつなくてもうあのとろけるようなあ音がね、えー、出るわけなんですねで、えーまあ、このハモンドオルガンとレス,レスリースピーカーという組み合わせはですねもうあの切っても切れないというふうに言われているぐらい、えー、親密な 関係の楽器です。もうこれ、これスピーカーです。もう、けれども、これはもう楽器と言っていいような、えー、部類のものです。で、まあ、そうなってくるとですね、あのーな、何しろ全部アナログなんで、あのー、入力に大きな電圧を加えるとですね、歪んん簡単に歪んじゃうんですよね。で、えー、この歪みもですね、非常にね、いい味というふうに言われてまして、 レスリースピーカー、ハモンドオルガンを、えー、使って出す一つ要素というふうに言われています。で、えー、次回につながる話題でフットコントローラーっていうのがあります。これ何かって言ったら単なるボリューム調整のペダルなんですね。どういうものかって言ったら、ちょっと実物をね、お見せできればいいんですけども、今ちょっとあの出払っていて、ちょっと次回にお見せいたします。 どういうものかって言ったらですね、まあ、こういうようなものなんですね、ちょっと絵が下手で申し訳ないですけども、えー、まあ言うたら、の板のようなものがこうペダルのようにしてね、えー、足でボリュームのコントロールができるっていうものなんですけれども、これを、えー、どこにつなぐかで言うたらですね、スピーカーに、えー、行く前につなぐんですね。だから あのこのボリュームはですねフットコントローラーのボリュームは、えー、歪みの手前にあるこれがポイントなんですよで次回の動画でですねちょっとあのブロック図を交え、ま、ながらこのフットコントローラーと歪みそれから、えー、レスリースピーカーハモンドローガンについてのね、えー、もうちょっとねえー、えー、配線図みたいなのを お店,できればとお店っていうかあの図に書いてね、えー、示せればというふうに思いますちょっとね話詰めで休憩いたしますさてえー、っとね、まあ、この一連の,あのオルガンの基礎をまあ説明させていただいた上であのー とね、じゃあこれで何やんのというとですねあの簡単に言うとロックの一つの楽器という位置づけですね、えー、ピアノでもないギターでもないもうオルガンという一つのね確立されたそういう一つの楽器のスタイルがあるわけですでこの21世紀2019年にはですね非常に便利なものがありましてねヤマハからこのね ハンモンドオルガン、レスリースピーカー、歪み、フットコントローラー、このら、これらの要素を全部ね、詰め込んだデジタルガジェットが、もうすでに発売されておりまして、これがですね、僕の動画で以前にも紹介したことのある、リフェイス YC というね、えー、電子オルガンです。中身は全部デジタルです。なんですけれども、このレスリースピーカー、それからトーンホイールをこう、模したようなね、 忠実な、ね、音が、えー、出ましたもうこれでええやんっていうぐらいのレベルの音でした <laughs> バーンはですね、えー、中学高校時代からこのハモンドオルガンレスリースピーカーに憧れてさまざまな楽器を買ってきました、えー、なんですけれどもこんな完成度の高い音,音を出す 電子オルガンは見たことがないですそれがリフェイス YC ですで今のバンド僕のちょっと前から寄させてもらっているバンドではピアノとかシンセサイザーを担当するのではなくもう自分はオルガンであるとオルガンを担当するというふうにですね何、えー、て言ってたらいないんですか、ね、一つのこう、えー、楽器として。 自分はオルガンを弾くんだとちょっとシンセサイザーとかピアノとかねそういうものに手を出さないというふうな、あのー、ちょっとこだわりみたいなところで、えー、オルガンとねちょっと最近ねまた親密にこう手を伸ばしているといったところなんですね。で、えー、とはいってもですねハモンドオルガンっていうのはまあ言うたら一つのメーカーなわけですね。 このメーカー今でもありますで、えー、実はハモンドオルガンハモンドっていうメーカーの電子楽器、えー、中身デジタルのハモンドも今出てますで、えー、それがね出たのがね、えー、結構前で、えー、僕が大学生の時にねこのハモンドのメーカーで、えー、B3C3 風の音が出るというね 電子オルガンが出ましたでこれね僕も買いましたなんですけれども使い勝手はね必ずしもいいとは言い難かったですねレスリースピーカーの機能もなくうーユーザーインターフェースつまり、えー、デジタルガジェットなんでねそれももうねなんじゃこれはっていうぐらいあのー、ちょっと首をかしげたくなるようなそういうようなユーザーインターフェースで好きだけれども音はね えー、ハモンド B3C3 の音に近いものがありましたでも今のヤマハのリフェイス C リフェイス YC の、えー、音にはかないませんでしたねいやーもういい世の中になったんじゃないかなというふうに思いますハモンド B3C31 台200万ですよ で、今はもう、そもそも手に入るかどうかもわからない。メンテナンスも大変な状況であると。えハモンド B3 をね、今でもメンテナンスしながら使っておられるというね、ブログの、えー、記事を書いておられるミュージシャンの方もおられますけれども、その苦労たるや、もうね、えー、大変な労力だなと。しかもその方、えー、レスリースピーカーのメンテナンス、もう、もうおそらくしょっちゅう壊れると思うんですよ。で、判断 付けとのの格闘の満一なんだそういうようなブログも見つけましたけれども、まあ、そ,れその方、その方ね、ちゃっかりリフェイスバイシー持っておられました。なんですけれども、のやっぱりその方にはもう、ハモンド・レスリーっていうね、レスリースピーカーっていうこだわりがやっぱりあるからこそ、のリフェイスバイシーだけでというわけにはね、えー、いかないでしょう。 えー、バーンはケチなんで、200万もするオルガンに、えー、冷蔵庫、小さい冷蔵庫ぐらいあるスピーカーなんでね、スタジオには持っていきません。さて、ここでね、えー、バンドの話ですね、ちょっと触れておきたいと思います。この組み合わせ、ハモンドオルガン、それから、 レススリースピーカーピカこの組み合わせで非常に有名なバンドが一つありますディープパープルというバンドですねでこのバンドはですねキーボードにジョン・ロードというね、えー、非常に有名なあ天才的な方がね、えー、おられましてこの方はハモンド c 3を使っておられました、えー、教会用のね、えー、やつなんですけれども ルックス的にはね、ハモンド C3 の方が僕ね、好きですね。のー形はね、C3 はなんかね、パッと見エレクトーンみたいな形してるんですよ。昔風の。で、ハモンド B3 はロココ調みたいなね。なんかそんな感じなんですよ。で、えー、まあ、大体一緒の音が出るらしいんですけれども、そもそもハモンド C3 はね、多分手に入らないですよ。で、 あの、大方、あのー、出回ってるのハモンド B3 のはずですね。えー、とね、もっとね、言、え、う、ー、なればですねバ、まあ、バンドの話になったんでね、ハモンド B3 を使われている方で有名な方が、ジョージ・紫という方がおられます。えー、この方が、あもう、 典型的なディープパープルサウンドを奏でる方でして何しろジョージ紫・ムラサキムラサキって英語でパープルですよね、えー、沖縄の方ですで、えー、息子さん二人があ見事 の、ミュージシャンとしてですね、活躍されておられまして、しかも同じバンドでね、ドラム、それからボーカルとしてね、活躍されてます。このバンドがエイトボールというね、沖縄出身のバンドで、a b ク x からね、レコード、CD かも出されておられます。有名な楽曲でいうところはですね、d 1グランプリっていうね、えーレシ、レーシングカーの えー、一つのカテゴリーがあるんですけれどもそのテーマソングをね、えー、作曲それからリリースされていますそこでピンときませんでしょうかはいディープパープルの代表曲これがですねハイウェイスターという曲なんですねああちょっと次回はですねちょっとその辺を弾きながら解説もしたいところなんですけれどもハイウェイスターそして自動車レース共通点 あありりですよね、えー、このエイトボールというバンド僕非常に大好きですね。前から注目しております。で、沖縄の方に、えー、ライブハウスを,を構えておられるらしくてですね。で、おそらくですけどもそこを拠点に、えー、ジョージ・紫さん、それから8トボールの皆さん、それから、えー、その取り巻きのお歴歴はあおられるのではないかなと。 一度行っっててみたいいいなという,ふうに思っている次第です、ね、えー、小座師だったかなに、えー、あるとのことなんですね。えー、いっぺんでもいいから行ってみたいなというふうにね思うことをしきり、えーまあ、死ぬまでには行きたいかなといったところですね。まあちょっと話はざ脱線しましたけれども。えー、このねのね まあちょっと脱線の脱線を繰り返してバンドの話がまだ続いてますけれどもえこのねエイトボールというバンドのキーボードはですねジョージ・紫さんお父様が弾いておられるわけですねこのオルガンサウンドたるやまさに B3 とレスリースピーカーとろけるようなあしかもですねこう 日本人ならではのこう緻密なですね楽曲構成そしてサウンドとなっておりますねいやこういうことを語り出すと、えー、もうキリがないわけですね少し喉の方を潤わさせていただきます <laughs> 失礼 おすすめのね <coughs> <coughs>、えー、アルバム、紹介しておきます。えー、そのものを、バリ、り、えー、8ボールというね、えー、サウンドトラック、兼、えー、ファーストアルバムにして、えー、最高のアルバムが、えー、発売されております。ぜひともですね、えー、聞いて、 見られることをお勧めしますこのオルガンのね、ファンの方、特にディープ・パープルファンの方ですね。エイトボール。ご存知ない方もね、多いんじゃないかなと思うんですけども、えー、もうね、あの、言うたら、ディープ・パープルのサウンドは、もう、やっぱり1970年代のサウンドなわけですね。で、その進化系として、レインボーというバンドがありまして、これは、 えー、ディープ・パープルのギターだったリッチ・ブラック・マーという方がですね <coughs>、えー、バンドを作られたレインボーというバンドがありますこのバンドは、えー、ジョン・ロードという方じゃないキーボードの方なんですけれども、えー、まだちょっとはね垢抜けたかなというサウンドを 繰り出しておられれるわけけなんですけれどもやっぱりね、あの、現代風じゃないです。で、現代によみがえったディープ・パープルサウンド。これがエイトボールですね。えー、ぜひともね、えー、おすすめしたいと思います。で、えー、じゃあですね、この、オルガンオルガンはそういうディープ・パープルサウンドにしか合わないのかと。言うと、そう、決してそうじゃないと思います。 えー、このね、ドローバー、これでですね、フルートのような音も出ます。それから、アタックっていってね、あの、クリック音のような音をね、作ることができるんですよ。これ、あのー、カチカチっていう音にも聞こえるんですけど、このね、あのー、クリック感のある音を繰り出すことができるのも、このハーモンドオルガンの特徴なんですね。 だからこうパーカッシブなねパイプオルガンにはできないようなパーカッシブなサウンドを繰り出すこともできるわけですねちょっと喉の方を奪わさせていただきますここまで語りながら「パーカッシブなオルガンで最高のサウンドを繰り出している」 楽曲は何かというとうこれがねディーパープルなんですよた例えば特に「ファイヤーボールっていうようなね、えー、楽曲があるんですけどもこのパーカッシブオルガンサウンドたるやまあもう疾走感の塊と言っても過言ではないで,で,はないでしょうか <laughs> あのパーカッシブサウンドのオルガンはですねディー,パー の中でも最高の疾走感を醸し出していると言えるでしょうそして今さっき触れた「エイトボールの」の持っている、えー、楽曲の中にもあそこまで疾走感のある <laughs> パッカッシブサウンドオルガンサウンドを繰り出している楽曲はないのではないでしょうかちょっとね、えー、お酒を飲んでむせてしまいました えー、喉の調子もこの辺りが限界です今日はこの辺りで失礼いたしますではまたバイバイ